ヨゼフはきっと上だ。 ブレンダからもらったフロアマップがあるから、ナビは任せて。持つべきものは仲間だね。頼んだよ。 怖いくらい静かね。確かに警備すらいないなんて怪しいよ。たとえ罠だとしても進むしかないわ。 ヨゼフはここで一体何をしようとしているんだろう。想像もつかないわ。ただあいつは人類を救済するのは自分だけだと言っていた。彼の目指すものは本当に人類の救済なの。あのクローンを見たでしょ。まともな人間のやることじゃないわ。アキラちゃん、間違ったことをしようとしてるなら止めないと。絶対に。 エレベーターが。隙間の向こうに床が見えるよ。この扉さえ開けられれば外に出られる。聞こえる？ エレベーターから無事脱出できたよ。 オリーブさん、ダメだ、切れちゃった。通信妨害。突然止まったエレベーターといい、嫌な予感がするわね。
めてくるよ。全部私が偽物よ。私じゃない。行きましょう。会って直接確かめるしかないわ。私は本当に私なの。確かめなくちゃ。
救時に起動するプロテクトの成果も。アイリスで周囲を確認して、どこかにプロテクトを管理している装置があるはず。レギオンが反応するポイントを破壊するんだ。アキラ、待って、アキラ。そんな、早く別のルートを探そう。Yeah.
遠いな。アックスレギオンの力を借りて進むしかなさそうだ。Thank you.
見て、あそこ。僕たちも行こう。証明しないと。すべてをこの手で破壊して、私だけが私だと。だから邪魔しないで。この力を手に入れた時に本当に嬉しかった。あんた一人に何もかも押し付けなくて済む、そう思った。なのにこれはヨゼフが作った力。あんたの邪魔、こんな力お父さんに、ジニーを救うために使えない。何やら騒がしいと思ったら、なるほど、君たちだったのか。ヨゼフ、揃ってきてくれるとは手間が省けたよ。そろそろ迎えに行かねばと思っていたところだ。まだ少し時間はある。しばし余興と行こう。お前に聞きたいことがある。奴らは何だ、何のために作った。人類を救済するため。それ以上でもそれ以下でもない。答えになってない。これから起こる再生のために必要な子は、とでも言えば伝わるだろうか。まあ、君たちレギオニスの力を覚醒させた者なら誰でもよかったわけだが、ジェナという想定外の邪魔が入ったおかげで、貴重な君たちレギオニスを失う事態も予測された。その時偶然にも重傷を負い、ここに運び込まれたわけだ。君がレギオニスとして覚醒した。なんという幸運、願ってもないバックアップを作るための機会を得ることができたのだからね。レギオン研究で得た技術を使うことで完全なクローンを作り出すのは容易なことだった。結果は知っての通りだ。さらに君たちがレギオンと融合したプロセスを分析することで、そのメカニズムについても解明させてもらった。本当に感謝している。黙れ。まだわからんのかね。これまでの功労者と思い見逃してきたが、それもおしまいだ。
もはや君たちにできることはない。おとなしく私の理想の一部となるがいい。時は満ちた。そしてこの生まれたばかりのコアを使い、私が箱舟に。いや、全てを救うノアとなる。さあ始めよう。全てが一つへと収束し、そしてその一つが全てとなるのだ。
無駄だ。アストラル界とつながった今の私は無限、次元をも超越できる。諦めて、君も私と一つになるんだ。私が、私たちが抑える。Oh!
私が抑えてるうちにとどめよ。こんなこと頼めるのあんたしかいない。お願い早く。ごめんねお兄ちゃん。
We'll be right back.